今日弁護士について語ろう。はい、あのネットフリックスで流行っております読む弁護士の天才かな。はい、あれをね見始めました。ついに結構いろんな人にね言われて、あれ見てるって。で、1話と2話を見たんで、はい、存分に語っていこうと思いますまだ2話しか見たいのに存分に語れそうですか。もうだいぶ分かりました。あ、本当ですか。あの、まあ、韓国のドラマで、弁護士ドラマで、僕はネットフリックスで前あの未成年裁判っていう、それも、まあ、裁判官のドラマなんやけど、うん、法廷系のドラマを見てて、はい、それもめっちゃ面白かった。ちょっとね、中身あんまり喋れないんですけど、弁護士が見て気になるところを中心に話していこうと思います、うん、やっぱりまず最初に気になるのは第1話で、ウヨン弁護士が天才だと分かる瞬間。子供の時にね、まあ、自閉症で全然喋らなかった、うん、5歳ぐらいまで。お父さんが、まあ、大家さんとすぐ揉めんねんな、うん、で揉めてうわーって掴まれたりして、うわーってなってんのをその娘がじーっと見てて、で急にうわーって条文言い始めんねんな。で、何条の傷害罪、まあ、法定刑何条何条でーって言い出して、うん、喋ったーってなるんやけど、あれが本当に面白いけど良くないよね。よくない。あの、その本当に今ベタやなと思うのが、法律の勉強イコール、うん、条文全部覚えてますみたいなやつね。ああ、なるほど。昔からある誤解なんやけど、これ本当もう何回も言ってるけど、はい、その六法は本番持ち込めるから、配られるから。で、これね、どうやら遡るところ、101回目のプロポーズあたりから、その誤解が広まっているらしい。うんあ、そうなんですか。武田鉄矢演じる主人公が、はい、その司法試験の勉強をずっとしてるんだけど、うん、ひたすら暗記してるのやっぱ六法。だから司法試験って六法を全部覚える試験なんやって思われがちなんだな。ちなみにあの体中に金粉を塗ると、はい、皮膚呼吸できなくなって死ぬというデマは007ゴールデンアイですか。ああ、そうそう、ゴールデンアイの007から、はい、そういう殺し方があって、そこから広まった。いらないですか。あと13日の金曜日、ジェイソン、チェーンソーイメージあるでしょ。あります、もちろん。実は映画のジェイソンはチェーンソー一回も使っていませんこれは、志村けんのコントからそういうイメージで広がったらしいです、あ、そうなんだ、うん、いや、面白い情報ではありますけど、実はチェーンソー使ったことも持ったこともない。なんですかこのトリビアみたいな。で、これもまた弁護士ドラマあるあるで、うん、超大手事務所、ああいうね、会社の仕事しかしません。企業法務と言われる。ああ、なるほど。会社の相談を受けたり、まあ、M&A みたいな会社の再編とかに携わったり、ああいう刑事事件とか、第1話で出てくる刑事事件。はい。で、まあ、2話で出てくる、まあね、その会社絡みの個人の事件を受けることはあるけど、はい。まれなんですよ、個人の事件を受けるのは。あ、そうなんですね。もう弁護士ドラマあるあるは、超大手事務所なのに、待ち弁みたいなことばっかりするっていうのが本当にある。あ、それはもう一般ですよと全然気にならない。ね、あんなことをしてるように思うでしょ、一流事務所でも。はい、うん、まあ。しないですよ。うまくね、そういう事件来てもおかしくないシチュエーションにはしてるけど、うん。超レアだと思います。ああ、なるほど。最初に混乱するのが、はい、かっこいい男の人出てくる。イジュノっていうすごいイケメンの人が出てくる。あの人の、役職はね、一瞬わからなくなる。普通のドラマなら、あれは当然弁護士。普通なら弁護士は、よく見るとあれ弁護士じゃないの。あの人は弁護士資格持ってなくて、スタッフって呼ばれてたりする。社員。弁護士事務所で働いてる社員さん。そう。だから、日本の法律事務所的に言うと、まあ、いわゆる事務員さんとか、秘書さんとかって呼ばれる人。うん、で、まあ、日本のドラマやったら、やっぱり男の弁護士がいて、うん、例えば女性の秘書さんとかがかっこいいっていうみたいな、はいはいはい、こう昔ながらの構図で描きがちやけど、うん、それを多分あえて崩してるの。ああ、なるほど。そのジェンダー的なとこもごちゃごちゃにして、うん、別にこういうの終わってもいいよねってしてる気がする。あと気になるのあれか、法廷の形か。裁判シーンが出てくるじゃないですか。はい。1話見てもらったら分かるけど、まあ、ここに裁判官います、うん、裁判官いるでしょ。で、ここに
検察官がいるのよ。で、ここに主人公たちの弁護士側がいて、確かにこの辺に証言台がある、うん、で、こっちがまあ傍聴席、うん、で、まあこの基本的なこの形は日本と同じなんやけど、はい、日本はここに証言台がある。でもこのベースの形はね、一緒で、ここにね、大量に人がいる。で、後で見返してみたら、はい、陪審制にしましょうっていう話をしてるところがあって、はいはい、ここはね、陪審員の人たちなんだよ。検察側がものすごい人数を引き連れてきてるのかと思ったけど、じゃないね。ここはだから一般の陪審員の人たちで、で、こういう形なんかなと思ったら、はい、これ刑事事件ね。2話で民事事件なの。はい、この民事になると、このドラマでね、はい、ここに裁判官席あって、こういう並びになる。ああ、横並びになってましたね。で、ここが、まあ民事なんで検察官はいないんだけど、うん、まあこっちに原告ウヨンとか、あのドレス脱げちゃった女の人がこっちで、でこっちにあの結婚式が被告席、証人の机がここなのかな。これアメリカの裁判所ってこういう形になってる。アメリカのドラマとか見ると必ずこういう形になる。多分民事も刑事もそうで、で、まあ、ここは検察官だったりするはず。で、日本は民事も刑事もこの形、まあ、ここに証言台があってこの形なんだけど、はい、この民事と刑事で形がこの日本型アメリカ型で変わってて、はい、忠実にやってんのか、なんかかっこいいからごちゃ混ぜにしてんのかよくわかんない。俺とか知ってる人いたら教えてほしいっていう、ちょっとこれがね、気になった、すごい。ちなみに日本の場合は陪審員っていうのはどこにいるんですか？日本の場合は、日本はまあ民事も刑事も、まあ、ここに、まあ、証人とか被告人が話す場所があって、はい、まあ、ここにね、被告人が座るベンチがあったりとかするけど、うん、日本はね、もうここがぐーっと大きくなって、裁判官、裁判官、裁判官のここや。あ、そこの横にいるんだ。裁判員はここにいる。へぇ、ずらっと並んで、はいはいはい、上から見えてるし。あ、なるほど、うん、そう、だからこういう違いを楽しむのもね、意外と通な楽しみ方かもしれない。通だな、これは。漢字の法律の中身やけど、はい、1話はほとんど刑法の話、うん、で、ちょっと相続の話やからできる、はい、で、2話では民法の話だけど、もうあそこに出てくる限りで言うと日本と全く一緒。法律の違いとかはその国によっての、国によってはもちろん違うけど、なんか調べると韓国の特に民法とかは、日本より後にできてるんだけど、日本法をベースにしてるんだけど、へえ、もちろん細かく違うとこあるけど、はいはい、かなり形は一緒。うん、まあ、もっと日本もね、こうベースにしてる、あの大陸法系の法律というか、相続の、まあ、結核自由、相続人になる資格の話が、はい、ウリョムム弁護士のかなりいいひらめきをするんだけど、うん、あれも全く一緒なの、日本でもある。ああ、なるほどなと思う。ちょっとあれ見てて、刑事のこと考えてる時に民法のその問題論点が浮かぶっていうのは、おお、さすがと思ってもらえる。2話もあの2点3点すんのよ、もう2話の中だけで。最初2つの展開ぐらいで、おー、なかなかいい法廷ドラマですね、なんやけど、さらにグーンって最後あんのよ、もう一山。あ、面白そう。あれが、はぁ、なるほどねっていう、これはそら韓国ドラマ1枚2枚上手ですわ、感じした。2話を見てよくできてんね、やっぱしみじみと言ってる、綺麗に裏切っていってくれる。あー、はいはい、もうなんか M1 決勝の漫才みたいなさ、構成のよくできた漫才みたいな。昔ながらの韓流のあの恋愛の感じもすごい出てる。最近の韓国ドラマでは逆に なくなってた。昔流行った韓流のキラキラキラーっていう恋愛の感じ。やっぱ弁護士あるあるよかったわ。ちょっとの事件だけやりすぎ。どのドラマにおいても 100% まあしょうがないですけどね、本当はもっと手広くやってるよっていう。そうね、あのもう2週間ぐらいその事件しかやってなくないですか。そんなんじゃ経営回らないですよとは思う。
実際その一人の弁護士が同時進行でこう抱える裁判というのは大体あの事件の種類にもよるから一概には言えへんけど、まあ平均して50件、60件、70件一人の弁護士ですか？一人え100件以上やってるって人ももちろんいるし、でも平均どうだよな、50、60ぐらいなんかな。マジっすか？僕もわかんないけど、けど1、2じゃない、1、2、3とか1桁では絶対。あ、多くて3つぐらいかもしれない。あ、全然そんなレベルじゃない。大量に受けても大丈夫なやつとかもあるし、どうしよう。まあ、本当に重たいのを数件やってる人ももしかしているかもしれないけど、なんかさ、1人のなんかリーダーの弁護士がさ、新人弁護士3人ぐらい集めてさ、抗議してるやん。やってましたね。しかも、積極損害とは、みたいなさ、消極損害がありますね、みたいな。損害の種類みたいな。あと、慰謝料もありますね、みたいな。こんなんホワイトボードに書いてさ、わかるかもしれない。やってましたね。積極損害と消極損害があります。あと、慰謝料もあります。大学1年生がやること。学部の1年生が民法で習うこと。法律事務所で弁護士が4人集まって損害にはいくつかあるよね。やらない。そんなん当然のルールの上でやって、まあでも本当にリアルなことやったら弁護士視聴者ついてこない。でまあこの後ね、その2話の後半でこの通常損害と特別損害の話が出てくるんだけど、はい、本当にこの考え方がね、損害の考え方は日本と全く一緒。あとその刑事事件やってる最中に相続話が出てくるとかもあれも面白いよね。法律の面白さを改めて教えてもらいました。だからそんなね、ウーヨン弁護士は天才肌、うん、もうおすすめってことですよね。おすすめ。僕も次3話、4話見たらまたやりますから。何話見ては動画撮って、2話見ては動画撮って、ここが面白かったよとか、これどうなんですかとか、うん、あったらコメントください、皆さん。お答えします、ね。